じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。金メダリスト萩野がパリオリンピック金メダル有力候補本田を直撃。ご飯連れてってよく連れてってもらってます。8、9割アニメですね。8割ちょっと水泳ですよね。萩野と本田はプライベートでも交流があり、2人で焼肉に行くほど仲良し。本田といえば東京オリンピック 200m バタフライで銀メダルを獲得。実はこの銀メダルには萩野とのあるエピソードが。もう今でも鮮明に覚えてます。あの時めっちゃ緊張してて、実はなんでか分かんないですけど、僕も、いやそりゃそうでしょ。オリンピックの決勝ですから、やっぱりそこに向けてみんなやってるからね。正直あの時準決勝終わった後、僕結構なんかナーバスになってて、どうしようみたいになってる時に、康介さんがやっぱいけるっしょみたいなこと言ってくれて、いけるぞと俺って言ってね、みんなで確かに俺いけるかもみたいな、なんかおまじないかかっていけたんですよ。本当にそうなんだ、はい、あらあら。そんな本田にはあるルーティンが。実際レースの時ではニコニコ満面笑顔、ね、意図的にしてると か、 なんか自然とそうなってるとか。口角を上げると、あの呼吸しやすくなるっていうのからスタートしてて、400m 個人メドレーは本当にタフな種目ですよね。あれは人間がやっていい種目ではありません。正直言うともうそれぐらい本当きついんですよね。しんどいですね。そう、400の個人メドレーは覚悟決めなきゃいけないってことだよね、本当にね、はい、そして 400m 個人メドレースタート直前、本田は笑顔を見せます。今スタートしました。本田灯は奥から2番目、黒いキャップの選手です。まずは得意種目のバタフライ。バタフライを得意としている選手です。そのどういう風なものタイムで泳ぐかということが大事だと思いますね。得意のバタフライで2位に1秒69の差をつけ、トップでターンします。続く背泳ぎでも積極的にスピードを上げる本田。まずは前半の200は大丈夫そうだなと。後半のここからの平泳ぎの部分がどうしてもやっぱりちょっとしんどくなってしまってっていうところがあったので、まずはそこをね、こう一つ乗り越えて最後の得意のクロールにつなげたいですね。依然として先頭は本田灯です。ここから 400m 個人メドレーの苦しさが。 250m のターンをした時ぐらいからもう乳酸がじわ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 とこう出てくるような感じが。今まさにこの辺りですね、はい、絶賛、はい、大発生中ですね。溜まっている最中ですか、乳酸が溜まりどんどん体が動かなくなるという後半。それでもトップで最後の自由形へ。ここで前回大会優勝の田淵が追い上げてきます。おーおおお、ここは本田田淵0秒35の差。さあ残りの 50m。 いやただきつそうですね。どうですか、きつそうですか、キック入ってますか、どうですか。キックは入ってると思いますけど、体力面たくさんも求められる 400m 個人メドレー。さあ田淵も上がってきた。やはり最後はスタミナの田淵、田淵が上がってきた。2年連続の康介小島カップ優勝に向けて、さあ優勝は田淵が制しました。すごい。優勝は田淵。2位に終わった本田はレース後、いやもうきついですね。もう攻め切り攻め切りいかないと、世界で戦うってなったらもっとそこの部分が大事になってくると思うので、1回失敗できたのをよしとして次につなげたいと思ってます。